インディーズモーターガレージです、今回もですね、しつこいようですけど、ジャブレターをちょっと今回は極めるっていう感じで、僕が今までね、いろいろ触ってきた、経緯だとか、その結果だとか、そのあたりを今回話していこうと思います。それを語る前にですね、まずキャブの構造、それが分かってないといまいち何やってんのか分かんないと思うんで、まずそこから話していこうと思います。まずキャブを語るときに負圧っていうのが重要で、機体の流速が高くなったところでその辺りにあるものを引っ張り出すっていう力が働くんですけど、これ細かく言うとベルヌーイの定理っていうのがあるらしいんですけど、その辺りはネットで調べてもらうとして、単純に通路が狭くなったところは空気がスピードが上がるんで、そこに負圧っていうのが発生するっていうことだけ覚えてもらえば話が分かりやすくなると思います。でキャブの話に戻るとですね、ウェバーとかトレックスなんかのバタフライ式のキャブはですね、負圧っていうのが3箇所発生します。まず1個がインナーベンチュリーって言われるところ、もう1つがアウターベンチュリー、そして最後がバタフライの隙間ですね。でバタフライがまだあまり開いてない時はですね、空気の吸い込みが非常に弱いんで、インナーベンチュリーでもアウターベンチュリーでも流速があまり発生しなくて、負圧がほぼかかってない状態になってます。なので、バタフライの隙間の負圧だけでガソリンを吸い出すようになってます。対してアクセルを開けた時の高回転ではバタフライがいっぱいに開いているんで、負圧が非常に強くかかってですね、インナーベンチュリーにもアウターベンチュリーにも負圧がかかって、そこからガソリンがたくさん出るようになっています。もう一つ大切なのが、キャブレターの場合はインジェクションのようにガソリンが押し出されるのじゃなくて、アクセルの回路による空気の流入量に合わせてガソリンが吸い出されるっていうことなので、それによって全てガソリンの量がコントロールされているっていうことを忘れてはいけません。開け始めの同調、そこが非常に重要だっていうことを毎回、言ってますけど、なぜなのかっていうのを今回ちょっと図を交えながらお話ししようと思います。開け始めっていうのはクラッチをつないで走り出すっていう部分でもありますし、エンジンの回転にも勢いがないんで割とネガティブな部分が出やすくなってます。そういった要因に加えてキャブレターの構造上でもその部分にかなりシビアな部分が隠されています。それが回路によって起こるズレの差なんです。回路ではちょっとしたズレが倍ぐらいの差になってしまうんですね。対して高回転では先ほどと同じズレでも全体の5分の1ずれただけっていうことになるんですね。というようにちょっと大げさには書きましたけど、低回路の方がよりシビアになるっていうことがこの図で分かってもらえたかなと思います。ここからは今までやってきたトライアンドエラーを紹介していきます。これがね、左側、これが元々のノーマルで、右側、ここが薄く加工してあるんですね。空気の流れをね、少しでも良くしようと思って、バタフライの断面を半分ぐらいの厚さに削ってます。で、真ん中の部分が残してあるのは、この部分で、プログレッションホールから出るガソリンの量を調節してるんで、この分は残してるんですけど、吸入の抵抗に対しての強度の確保の意味もあります。取り付けのネジも長さギリギリの頭の小さいやつに変えてます。これはね、ハイカムの時に作った自作のインナーベンチュリーで、
スローからメインのつながりをちょっとスムーズにしたいなと思って作ったもんです。ほらインナーベンチュリーにもいろんなサイズがあるんですけど、 IDA の 3C はどうもどこでも見つからなかったんで、こういう形で先をちょっとファンネル状にして差し込んで、 K 自体をちょっと小さくして使ってました。これ実際にまあ効果があったんですけど、決定的な解決策にはならなかったです。その時シャフトがちょっとでもこう横にガタがあっては意味がないんで、と言ってるようにシャフトが横にずれるといろんな弊害があるんで、シャフトのサイドにポリスライダーっていうワッシャー状のものを入れて、もうガタがほぼないぐらいまで調整してあります。その弊害っていうのが、バタフライが左右にガタガタ動いちゃうと隙間が変わっちゃうんで、それで同調も狂ってしまうし、バタフライの軸の部分がキャブのボディと当たって少しずつ削れていっちゃうんですね。一度大きなトラブルがあって、シャフトの横からガソリンが漏れてきたんで、どうしたのかなと思っていろいろチェックをしてみたんですけど、エンジン切った後にね、ベンチュリーを覗いたらガソリンがダバダバコップ状でもう溜まってて、何が原因かわからなかったんで、いろいろ探った結果ですね、内部のバイパスのホールだと思うんですけど、一部塞がってて、それで圧力がどうも逃げなくなった分でガソリンが吹き出てきてたみたいなんですね。取り除いたら正常に戻ったんで、それで良かったんですけど、これ中古で買って、この状態なので、前使ってた人はずっとこのトラブルを抱えたまま使ってたのかと思うとちょっとビビりますね。それでウェバーとかイタリー製がいいって言うんですけど、僕のやつもイタリー製なんだけど、こういった問題があるものが数点はあるようなので、何か問題があったらちょっと内部もチェックしてみた方がいいと思います。インマにもポートの加工を含め、リンクの軸受けの部分が非常に弱くて曲がったりするんで、インマニの取り付けの部分をアルミの溶接で補強しています。これもね、ハイカムの時に中低速のトルクが出ないかなと思って打ったアウターベンチュリーです。まあ、アウターベンチュリーって一般的には径を小さくすると低中速の方が扱いやすくなるっていうことなんで、僕のやつ42が入ってたんですけど、それを38で作り直して組んでみました。結果はね、全く良くも悪くもならずといった感じで、すぐに外す羽目になったんですけど、外した時にちょっと興味が湧いてこんなこともしてみました。アウターベンチュリーなしの 46π の寸胴でいったら、まあ、中低速はともかくピークパワーだけ出るんじゃないかなと思ってパワーチェックをしてみました。こっちがね、2004年パワーが 243.8、 トルクが 30.1 で、こっちが2014年と 242.3 馬力とトルクが 30.8 で、これ基準値が違うんでちょっと分かりにくいんで、寸法を合わせていきますと、まあ、こんな感じに今位置が合ってるんで、ちょっとこれを透かして合わせてみると、なんとですね、カーブはほぼほぼ同じライン、全く差がないですね。でトルクの方はというと、まあ、こっちの数値の幅がでかいんで結構ずれてるように見えますけど、これ実際細かく区切っていくと多分ほぼほぼ同じ感じになっているみたいです。まあ、こんな感じでインナーベンチュリーがあってもなくても、ピークどころか中速域も
ほぼ変わらないっていう結果が出てしまったんですね。いろいろやってきましたけど、どれも大きなパワーには多分つながらないんですけど、1馬力でも多く絞り出したいなと思っていろいろやってきた結果です。今回も自己満足の世界にお付き合いいただきありがとうございました。ちなみにね、パワーチェックは RSR カムが入ってた時のもので、ノーマルの180馬力から60馬力以上乗せることができました。ただね、中速の落ち込みが激しかったんで、それに合わせてちょっといろいろキャブもやったんですけど、で今964カム入ってるんで、近々そのパワーチェックしようと思うんで、お楽しみに。